見つけてくれたんですね、ベルさん。シルさんにそっくりな人に教えてもらって。もうそういう時はここにいるような気がしたって言うんですよ。どうしてこんなことを。昨日言いましたよ、好きを伝えたかった気持ちが愛なのかどうかの苦しみから解放されるには私の全部を告白するしかないんだって。あなたのことが好き、ずっと一緒にいたい、あなたが好き、ベル。知らなかった、誰かの好きを拒むというのか。ごめんなさい。オッタル、準備をして、あの子を取りに行く。娘の時間はもう終わり、誰にも渡さない。ベル、あなたは私のものにする。